どうもお疲れ様です。まあ毎日ね、記者会見があった後もジャニーズの問題に触れる記事や YouTuber など多いもんですけども、やっぱり改めて思うとね、このやっぱ犯罪組織なわけですよ。例えば末端の社員なり構成員が悪事を働いた場合も、使用者責任って言ってね、まあ、そこの組長とかは捜査を受けたりとか、同等の罪を負うわけなんですよね。今そういう時代になりました。で、今度はね、ジャニーズ事務所の社長が何か悪さをやったっていうと、その会社全体の罪なんですよね。社長個人の罪っていうふうに、まあ、なんとかしようとしているみたいですけどもね、新しく役員人事とか発表がありましたけども、例えば東山さんが新しい社長になりました。なんかね、まあ、手のひらを返すようにと言いますかね、ジャニーズ北川さん一人に罪をかぶせて死人に口なしで、いや自分たちはクリーンにやってましたっていうふうに言いたいんでしょうけどもね、でもそうはいかないんですよ。会社のトップの不祥事に関しましては、その構成員も罪を相続するわけですよ。それがしたくなければこの時点で会社を解散処理してですね、清算してですね、そして新しく社名も変えてやり直すべきなんじゃないかなと思いますけどもね。あの、かつてオウム真理教ってどうなりましたかね。オウム真理教っていう団体名はまだあるんでしょうか。オウム真理教の構成員は個人的に罪を犯したことがない人ばかりですよ。でも新しい人生に向き合い再出発してるはずです。まあ中にはね、後継団体アレフみたいなのもあるみたいなんですけども、結局はオウム真理教の後継団体ということで、アレフというものは、まあ、その罪をね背負いながらやっていってる部分があると思います。詳しくは知りませんけども、やっぱりね、これはあの、まあ、マスコミの問題といえばね、マスコミの問題でもあるんですけども、 YouTuber が暴いた功績ではないかなっていうところもありますし、これからはマスコミが忖度してできないことを本来なら NHK がやるべきなんですが、 NHK も結局ね、魚の目水なんですよね。魚心水心ってやつですよ。そう考えていくと、まあ、YouTuber が匿名で発信することの中に真実がどんどん盛り込まれてくる、そんな時代なのかなと。そして私たちはやっぱり情報を受け取るべき責任や、それから善悪ってものがあるのかなっていう気はしますね。何が本当か分かりませんし、意図的に嘘をついて世の中を騙そうとする人は様々あるわけですよ。その最たるものがジャニーズ事務所であるということなんですけども、ここがですね、もう50年以上にわたってこの犯罪が裁かれずに来て、しかも結局これからも裁かれないようですよ。これはこんなことがまかり通る世の中になってしまったんでしょうかね。そして私たち国民も、特にジャニーズのタレントには罪がないっていうのはね、こんな言葉が大文句になりますけども、タレントにも罪があると思います。それは知るべきことを知らなかったっていう罪ですね。やっぱりジャニーズ事務所っていう組織っていうのは、組織の中の人が改革していかないといけないし、気づいていかないといけないし、責任を負うべきなんですよ。少なくともジャニーズ事務所の問題を外の人が負うことではないですよね。そうなってくると、どこかの組織に属するってことは、その組織に関わった不利益をその組織の中にいる人全てが負わなければならないっていうのは、特別なことじゃないんじゃないかなと思いますけどね。確かにタレント個人には罪はないかもしれませんけども、それでも償っていく義務だけは相続する、まあ、それが会社を続けるってことなんじゃないかなと思いますけどね。どういうふうになっていくんでしょうね。はい、じゃあこれからもこの問題たまに扱っていこうと思います。